半袖で寝,寝てしまうんでですよね半袖寝てた結果朝に風邪をひいてるっていうのちょっとっありがとうございますで、ね、んか w i フ f i 切ってみました家のめっちゃしんべヱさんこんばんはありがとうございます長井さん電波あの w i フ f i 切って見たんですけどどうですかね何も見えぬそうなんです顔出しっていうかなんていうの あ、そっか。確かに。さっきもういやったかもしれへん。って考えたら、ずっと一人でしゃべってた。えぇ、ー。Yes さん、こんばんは。ありがとうございます。ギガ商品には本当に気をつけて、ありがとうございます。Hi, I am from Indonesia.Oh, thank you so much.I'm a number 33.I'm, my name is Mimi. Please call me. <laughs> Thank you. 何も聞こえない。え、今は大丈夫ですかえ、ちょっと一回配信切ろうかな。一回切ってもう一回。みみちゃん、まなべあんじゅさんに声が。本当ですかまなべあんじゅさんもなんか顔がかわいすぎて。え、ありがとうございます。よいちさん、やっと聞こえてよかったです。まなべあんじゅさんはもう、あの、あの、顔が、顔が好きで、顔しか、 見ないえっこの配信終わったら声もチェックしますすぐありがとうございますコメント本当に聞こえたら嬉しい皆さんフォローありがとうございますやっと今日本当によかったもんどう,どうしようと思ったそうあと大学では英語をちょっと頑張ろうかなとか思ってあの英語が週に4回ぐらいあるちょっとやばめなとこに入ったのであのちょっと英語も の美咲さん、なんかよりは全然できないんですけど、喋れたらって海外の方とも交流できればいいな。なんて思ってるのでぜひえ。英語でもコメントしてください。頑張って答えます。発音もたくさんありがとうございます。エントリーナンバー33番みみちゃんです。大学1回生の18歳大阪府出身です。あ、あとなんか友達にあんまり大阪弁あんまり大阪弁,あん,大阪弁あんまり大阪弁じゃないね。 あれおかしくなったあ <laughs> んまり大阪弁じゃないねってよく言われてあの親が名古屋出身なので名古屋弁も行けます喋れます大阪弁を完全に封鎖することもできて結構緊張してたら全然めっちゃ標準語になるからもしかしたらめっちゃ標準語かもでも大阪弁もしゃべれますえっと あ、皆さん、発音もありがとうございます。エントリーナンバー33番、ミミちゃんです。ぼぼぼぼぼ,ぼ,ぼ,ぼーツハンカゾさん、はじめまして、ありがとうございます。エントリーナンバー33番、ミミちゃんです。ミミちゃんです。<laughs> ランチュウさん、はじめまして、ありがとうございます。ミミちゃんです。みんな、ミミちゃんで覚えて、え、マジで、あの、その、もし、ネームビー 3人なれたら皆さんとちゃんとあの顔見てお話できるって考えたらすごい。ワクワクするんで、もう絶対後悔させないんで覚えてください。ありがとうございます。皆さんこんばんはんこ。こうそばん走行すごい！全部 <laughs> 全部なってるえ。私もこんなん考えたい。こんばんは。こんばんは。やばい、こんばんはん。こしか。 出てこなくなっちゃった。ありがとうございます。さんさん初見ありがとうございます。さんさん、フォローありがとうございます。たくさんさんこんばんは。ありがとうございます。皆さんコメントしてください。うん、私、曲ッションルームあのなんだっけ？アイドルさんの見るのは本当に大好きなんですけど、自分でやるとかそういう経験がなく、あの初心者なので皆さんの方が絶対に慣れてます。<laughs> ありがとうございます。えっと、エントリーナンバー33番、ミミちゃんです。えっと、18歳です。<laughs> 握力系アーノルドさん、はじめまして、こんばんは、ミミちゃんです。あ、33番です。ん <laughs>、えっと、うーんと、あと何話そうかな。うーん、誰か、話題をください。<laughs> お願いします。 恋愛小説家さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。初めて来てくださって。じゃんさん、じゃんちゃんって呼んでくださると嬉しいな。え絶対覚えます。じゃんちゃん、ありがとうございます。えっと、コメントいっぱいしてくる方、絶対覚えるし、もう、お願いします。みんみんの焼き餃子。恋愛小説家さん。どういうことや、みんみんの焼き餃子。焼き餃子。どういうことや。さあ、たかさん、はじめまして。ありがとうございます。33番。 みみちゃんです。えっと十八歳。大学三年生です。うん、つい高校三年生って言いそうになる。え、ちょっと待って、今、まあ、大学三年生って言った。じゃ、大学一年生です。一回です。えっと、サークルとかにも入らず、部活にも入ってしまいました。<laughs> 間違えた。ねえ、ごめんなさい。<laughs> 大学1年生ですですす大学年生歳5月にはもう19歳になってしまうんですけどそうなんか「早生まれ」って言うじゃないのなんか4月5月6月に生まれる方がいいのかなんかその方が成長早い気はするけどそうじゃなくてなんかもし3月に生まれたらまだずっと18歳とか。 花のセブンティーンとか言えるって考えたらどっちの方がいいんかなって <laughs> 何考えてるなって感じなんですけどね「フレキャン」に出ないで NMB48 に申し込んだらね「フレキャン」ってなんかえまめっちゃ間違ってたら申し訳ないんですけど「フレッシュキャンパス」みたいなやつ違うかなもうずっと「フォーティエイト」さんが大好きでえ私の推し事情を勝手に言わせていただくと「 土踏みさん初見ありがとうございます。こんばんは。33番みみちゃんです。ですね。フレッシュキャンパスコンテストみたいなありますよね。私、土踏みさんハロありがとうございます。えっと。あの？私の高校の先輩にもそれ受けてはる方いていい？なんかいいいい感じのとこまで行った方がいるので知ってるんですけど、そんなんししあるの？知らなかったかも。 ありがとうございます。え、もう皆さんぜひ押してください。大学1回の女の子が申し込むコンテスト。え、全然知らなかったです。みんなそんな知ってんのかな周りの子たち。私の大学可愛い子めっちゃ多いんですよ。もう。なんかもう骨格もいい子が多くて、あ羨ましいなと思いながらずっと見てます。うん、私、最初、な矢吹奈子さんが出てきた、12歳で出てきて、ウインクは3回じゃないな。それはカップリングやから。 桜みんなで食べたの時メロンジュースの時ぐらいからずっとなこさんが好きで次になこさんが好きになったなってずっと推してたんですけどあの気づいたら会津ワンにいて会津ワンに行っちゃったから離れてそっからはもうずっとアイドルが好きみたいなもうなんか一人の特定の女の子が好きなんじゃなくて箱でアイドルが好きでもう。 地下の方も大好きですしって感じですね発音も皆さんありがとうございますエントリーナンバー33番みみちゃんですよろしくお願いします皆さんハートありがとうございますあのショールームあんまり分かってなくて何をすればポイントが上がるとかも分かってないんですけどあのなんかポイントが上がることをしてくださると嬉しいですありがとうございますジェットさん フォローありがとうございます。フォローしてくださったら名前読み上の名前呼ばせていただいて、ぜひ、え、しっかり覚えるのでお願いします。箱ですかそうなんです。NMB さんも結構は、え、それ箱って読むかなとりあえず、アイドルさんがめちゃめちゃ好きで、あの、坂道グループさんも全部好きやし、ハテイトさんも結構全部あります。リスナーにアイテム投げさせたら、テンがあるん、ね、で。いや、でも、え、あい アイテム投げてくださいって言ったらみんな投げてくださるんですかねえちょっと投げてほしいな <laughs> 投げてほしいなもう投げてくれたらもう死ぬほど喜びますありがとうございますジ,イジョイクロさん初見ですありがとうございます頑張って皆さん声だけで楽しませようとします知ってます頑張りますありがとうございますえなんか18歳未満は え、でも違うか。私18歳じゃないから何時まででもできんのか。んあ、違う、違う1 8歳。あれ、わかんない。何時までできるんやろ、そる多分、10時までかな。できる。けど、明日も、ちょっと、大学のやつがあって、早く寝なきゃなんですよね。お風呂も入らなきゃだし。ありがとうございます。発音も。エントリーナンバー33番、みみちゃんです。よろしくお願いします。皆さん、あの、本当に、本当に、できれば、アイテムください。 <laughs> アイテムくださいあげてくださったらすごい嬉しいななんて思ってますテロアップかこうなんてかこう33番ですお願いしますみたいな書いとこうかなですお願いしますこんな感じでえっとサンさん,さん,んう,う,うんチャージュージュウさんこんばんはありがとうございますコメント本当にありがとうございます 皆さんアイテムください <laughs> アイテムくださいできればこんばんはこんばんは高橋さんありがとうございますフォロー見に来てくださった方を頑張って楽しませるのでフォローぜひお願いします33番ミミちゃんと呼んでください大阪出身18歳大学1年生です 153cm ですえっと AKB4819 期生さんのオーディションで3次審査で落ちてしまってその悔しさをバネに今ここで頑張ってます <laughs> よろしくお願いしますあなんか欲しいことできたみんな見えた気がするありがとうございますザンさんありがとうございます NMB に推しメンはいるもう,もう全員好きなんですけどもそんなんやったらきりがないので私 NCIP 公演に えっと2月くらいに見に行かせていただいてその時にジオンさんに一目惚れしましたもうなんかえっ N シップ公演その時の N シップ公演にいた人がいたら本当に奇跡なんですけどあのなんかゆえみさんがマンモスであのー、なんかマンモス初めて見た人いるみたいなことを聞いてくださって私は本当に初めてで手を挙げてもう一人あのー がなんかファンでふざけてふざけ張って手あげた人もいるんですけどその時にジオンさんに「え初めてなんや」って言ってもらってそっからなんかめっちゃ見てくださって「えありがとうございます」「ムラさん」「ムラさん星いっぱい星なのかなこれ」え「えありがとうございます」「めっちゃ投げてくださってる」「ありがとうございます」え「え嬉しい」「ありがとうございます」そうそれでジオンさんに一目惚れしました1 5 3ンチさやみるきと同じ繊細なそうなんですよ ちょっとちっちゃいのアドバンテージじゃない。ディサアドバンテージ。あの、なんかあんまり不利かなとか思ってたんですけど、そうやってさやみるきさんと同じとか言ってくださったらもうすごい嬉しい。ありがとうございますえ。ザンさん、ありがとうございます。星が今見えた。ありがとうございます。真夏ナズさん、ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。ヒアスさん、今年も新魔の応援したいさん、初見です。ありがとうございます。皆さん、訪問してくださったらぜひ、星か、なんか、 あの、まあ、フォローしてください。<laughs> あと星もください。お願いします。なんかえっと旦那ちさんこんばんはありがとうございます。エントリーナンバー三十三番みみちゃんです。うっかりタンさんフォローありがとうございます。えっとフォローしてくださった今フォローしてくださったら名前呼ばせていただきますのでぜひフォローお願いします。サンさん今日休期線のこんき 公園行ってきたよあっ私もこよりんさんのあれで見ましたツイッツツイッツイッッであのさっき見ましたあ,あであっ救急棋聖さんの詩はそのめっちゃ単純な理由なんですけどあっいなぽんさんありがとうございますこんばんは旦那さんほら、surprising. ありがとうございますさっき言ったっけえっとなんだっけあのその N シップ公園にマタギでマタギでたぎで えっとコヨリンさんが出ててその時のコヨリンさんがもうキラキラしすぎてもうコヨリンさんコヨリンさんコヨリンさんってなっちゃってすごい好きですブースさん年齢聞いても大丈夫はい十八歳の子大,大学一年生です今年一回になりましたお願いしますシギアンさんフォローありがとうございますそうでそう本当に新生活大変なんですよえなんかもう四月後半やのに四月の最初に始まったのにバッタバッタバタしてて 私だけかなすごいバタバタしてて。でもその中でもショールームは頑張って毎日したいなって思ってるんで、ぜひ見に来てください。初見です。ありがとうございます。しげやんさん。ブフさん。05世代なのね。そうなんですよ。だから、コヨリンさんも一緒しいし。コヨリンさんしかね、<laughs> って、ちょっと待って。18歳。同じ年齢なのは。 サージャンピッピ中毒さんフォローありがとうございます嬉しいフォロー本当にありがとうございますえ待って05世代ってあと誰がいたっけちょっと待ってどうするした今コイリンさんの話してたからコイリンさんしか思い浮かまへんちょっと待ってブーさん身長はどれぐらいですか1 5 3ンチですちょっとちっちゃいんですけどでもあのさやみるきさんと一緒ってさっき言ってくださったのでもうそういうことにしてますちっちゃくても頑張ります <laughs> マスクさんフォローありがとうございますえっとマスクさん本当にフォローありがとうございます不満はフさん、えっと、こんばんはえっとこんばんは初見ありがとうございますフォローぜひお願いしますこゆりんは美術がいいし母ちゃん呼び出し,出します母ちゃん母ちゃんってどういう意味やろぜひ教えてくださいあの教えてください <laughs> こんばんは、名無しのゴンザエさん。ゴンザ、え、なんて読むんやっけ、これ、ゴン、じゃ、ゴンベさんや。こんばんは。ほら、お願いします。ありがとう。森爺さん、二回目。二回目。ありがとうございます。嬉しいです。来てくださって。自己紹介、ありがとう。お願いします。名無しのゴンベさん。はい、ありがとうございます。エントリーナンバー三十三番。あ、あ、え、待って、待ってる。え、エントリーナンバー三十三番、ミミちゃんで覚えてください。 大学1回1年生の18歳です大阪出身で A 型で誕生日は5月の前半で、えっと、血液型あ待って言った何があるか趣味はアイドルさんの映像とか動画とかを見ることで特技はあの,あの舌が鼻につくぐらい陣中が短いっていうこととつきます。 あのえ皆さん今今見てくださってる方全員やってほしいんですけど鼻みん下鼻につけますかえつかないと思うんですよ私ついてる人見,見たことなくてあのぜひえ今やってください皆さん多分できないですよ待ってと は,るさんはじめましてこんばんはこんばんみこんばんみハルさんこんばんみ <laughs> フォローお願いします母さんのことを母ちゃんでもねあそうなんですねえまだ全然勉強してなかったごめんなさい <laughs> ありがとうございます今度え待って坂山さんとけャさんキャ <laughs> ごめんなさいえあれはちゃんと見ましたよ当たり前やけどあの配信で学校みたいなところでガラガラガラって一人ずつ入ってきてあの シングルメンバー発表されるっていうのもうあのジオンさん出てきた時には復帰したと思ってもうジオンさんジオンさんってその時もなってました勝手にえもっと勉強します,すいます <laughs> ありがとうございますえつかないんですよね南信のゴムねさんえもうだからあのそこあのえやろうかなえでもちょっと審査員さんに惹かれるかもしれんけど印象に残るしやってみようかな次の審査で。 アピールポイントありますか?」って聞かれたら「つきます」とか言いながら <laughs> でもちょっとあんまりその時の顔可愛くないんで <laughs> あ、できないんですけど吉さんそんなに下長くないそうなんですよなんかつくんです私ザンさん子供の頃ついたのにな今やったらつかんわそうですよねつきます私 えだからあのもしあのお話し会もし慣れてお話し会とかであの来てくださって名前もそこで教えてくださったら絶対思い出すしあの名前思い出した瞬間に舌つけます私 <laughs> でももしかしたら惹かれちゃうかもそれ長いわそうですよねほんとマルシさんフォローしてていきますね頑張ってねありがとうございますあれはありがとうございますマルシさんあのみんな皆さんフォローしてください なな <laughs> さんごめんなさいありがとうございますえ待ってあんなにコメントしてくださったのにフォローしてくれなかったえ皆さんフォローしてくださいしてなな <laughs> さんごめんなさいインパクトある方が NMB 言われて分かりやすいよえそうなんですよ私多分2受かった理由あのその私高校でマイナーな競技やってたんですけどそれをあの道具使ってやるスポーツなんですけどそれを道具なしでエアでやったんですよ 結構滑ったんですけど正直で気まず気まずと思いながら気ま気ま気まーと思いながらやってあの受かったんでえちょっとやります夫婦 <laughs> さん大阪は面白い方が盛り上がるからそんなかしてねえやります頑張ります3時でそう私歌歌は君のことが好きだから AKB さんのを歌おうとしててそれ歌った後に3問ぐらいえなんかあの密着動画で 質問さされてたんんで皆さんアピールありますかって最後聞かれた時にあの舌が鼻につきますって言ってつけます <laughs> えこれで滑ったらマジ気まずいなまあいっかまあ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 い,いか皆さんありがとうございます自己紹介しますエントリーナンバー33番ミミちゃんですミミちゃんって呼んでねミミちゃんありがとう <laughs> 自分で呼んだった えっと18歳で大学1年生で大阪に住んでます大阪の大学に通ってますもしのゴンベイさん「滑りもいじれはネタになるよ」えそう私思ったんがワンチャンでもし受からせていただいた時に密着流れるじゃないですかその時にそれ流されたら本当にもうたまったもんじゃないなとか思ったりはしたけどえやりますでももう受かるならもうそんなんそんなん関係ないから。 やります <laughs> 合格したらその映像ずっと残るから頑張るよえそうですよねだからそこで覚えていただいて皆さんに来ていただけることなんかがあればそんな嬉しいことはないのでやります <laughs> 決めた今皆さんの後押しでやります楽しみに楽しみにしててください NMB は笑いのお仕事も結構あるからなチャンさんそうですよね え、そうだからバラエティとかも頑張りたいなと思ってあ誰かが星を投げてくださったあありがとうございますありがとうございます星が見えるえそうバラエティとかもなんか結構友達とかに私ボソッと言ってみんなにすごい爆笑されることが多いのでそういうのでバラエティとか大喜利とかそれこそ渋谷さんみたいに頑張りたいななんて思ってます何しろごめんさんいい意味の爪痕は大事えいい意味になるんですかね絶対可愛くないけけどその舌をつけてる時 まブッフッ合格しても最初の特技で披露するとはもうそうですよねえもうなんか合格したら必死やからもうそんなしますえ楽しみにしてくださいえもしあのえもうマジで見てる方今来てくださった方もあの鼻下にあん下を鼻につけてみてくださいつかないです <laughs> ついてる人見たことないんで多分。 え、もう私、マジ特技なんで。<laughs> お願いします。皆さんありがとうございます。エントリーナンバー33番、みみちゃんです。18歳、大阪出身、大学1年生です。歌とダンスはどうですかえっと、ブフさんありがとうございます。歌は90点台ぐらい。多分。え、多分。カラオケ行ったらどんな曲でも90点ぐらいで。ダンスは、小学生の時にバレエ習ってて、 だからちょっとバレあちゃあ、小中学生でバレエやってて、だからちょっとできるかななんて思ってまあ。ワニニンさん、Hi, nice to meet you.Hi, I'm Miss Mimi.I'm entry number three,、mm? 33.and I'm college student now.Please call me Mimi.Thank you. あとなんか言えるかな言えへんか ありがとうございます。ハッピーさん、こんばんは。あ、あと、I'm going to、uh, management administration now。Thank y o u t w e n t y h r 2 3、eh? years old? No, I'm 18 years old.18 years old.、Uh, なんて言えばいいろ ?Oh, you know JKT48?Yes, j k t for this? Yes, ブッサンバレエ系だから綺麗な動きも良さそうねできそうだねあと姿勢も良さそうだねえ姿勢はいいですだからあんまりみんなに153人見えないって言われます結構シュンって頑張ってあと姿勢伸ばしてますだってそうじゃないと育った時とかめっちゃちっちゃいんであのみんなに負けないようにシュンってしてます頑張ってますよ私体も柔らかいよね ううううんんんが頑張ります。が頑,頑張ります。頑張ります。Name one member in j k t eight え,え、分からんかも。Sorry, I don't know <laughs>。え、誰かいたっけ ?I, I don't come up with my idea, so. キャッチアップじゃあ、カムアップイザイ、マイアイディア、ソー、ソーリー、プリステンミー、メンバー、メンバーね。英語そこそこできる系。うん。うん。が、頑張ってます。トーイック600ぐらい。え、トーイックって皆さん受けたことありますかそれ600ぐらいです。柔らかい坂集まった。え、そうなんですよ。 そうなんです。ちょっとちょっとえ、中学生までは柔らかかったんですけど、ちょっとここを柔軟しなくて。すいません。ミ、ミシェル、トップマイプロフィール。ああおミシェル。え、そ、so、う、she's so cute she、she、uh, あ is she シー、ナム is ミシェル。めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いです、この方。 渡辺さん渡辺さん初見ですありがとうございますこんばんは来たことないけどすごいと思うありがとうございますえ違うなんか高校もうちょっと英語頑張りたかったなーなんて思ってて今更だから大学は英語頑張ろうかなと思って英語にし英語コース頑張ってますえでも地獄見てます今もう英語わかんなすぎてタジタジだ。私がいます ワンニンニさん、He is my only oshi. ああ、So cute.She is so beautiful. めっちゃかわいいですね。こんばんは。ネオンさん、ありがとうございます。えっと、待って、自己紹介します。エットリーナンバー33番、ミミちゃんです。18歳、大阪出身、大学1年生。 あと1 5 3センチです。ちっちゃめです。サイメルキさんと同じ身長です <laughs>。特技は舌を鼻につけることで、あ、これは今日特技にしました。趣味は他のアイドルさんをいっぱい見ます。見ることです。もう本当に。え、趣味、ハロプロさんも好きやし、地下アイドルさんもめっちゃ見るし、もちろん地上のアイドルさんもめっちゃ見ます。Will you be the second 推し ?Oh, thank you.Please.Please. Please. <laughs> Thank you so much. ありがとうございます。通りすがりの KYDT さん、ありがとうございます。フォローありがとうございます。フォローしてくださったら、こっちから見れるんで、え、もう、名前呼びます。ありがとうございます。もう、皆さん、本当に。え、ちょちょちょ、う？大阪府出身、18歳、ビみちゃんです。お願いします。さーちゃん、ビビ中毒、こんばんは、ありがとうございます。えっと、私は、 AKB48 の19期生班でブスさんフォローありがとうございますブスさんさっきフォローしてくださったと思ってたあと強めなんで私えっとこんばんはありがとうございます自己紹介プリーズはいあ待ってさあちゃんさんだるまありがとうございますこのだるまって何になるやろえちょっと分からんけどだるまみんなくださいだるま欲しいな ありがとうございます。えっと、あ、自己紹介、プリえ英語の方がいいんかな私英語しゃべんけど大丈夫かな <laughs> ?Hello, my name is Mimi. I'm number 33. My favorite food is sweet and Coca Cola. And like, I'm going to business administration now in college.Yes, and I'm a college student now. オ n カ、オーレスユアナバー infinity and beyond え、ちょっと待って。え、ごめんなさい。あの、英語わかる方、翻訳してください。ツーインフィニティエンドビヨンドがわからん。え、待って、わからへん。どうしよう。ごめんなさい。 ありがとうございますエントリーナンバー33番ミミィです。大学生です。覚え,ようなえ、待ってもうからへん。え、ちょっと翻訳します。後で、あの、トランス、トランスレーション書けるので、ちょっと許してください。<laughs> あの、トミーさん、こんばんは、ありがとうございます。エントリーナンバー33番ミミィです。皆さん、えっと、星とグッズっていうのなんか、 アイテムお願いします。投げてくれたら嬉しいな。名前覚えます。好きになります。勝手に銃期生に合格させていただいたらあざといあのあざとい担当しようとしてます。私の心安楽自己紹介ティーラえ待って。 分からへんくなっちゃったごめんなさい英語分からなくなったごめんあー皆さんフォ,ローフォローと励みになるので星投げてくださいあとコメントもお願いしますこんにちはもお願いします皆さん発音もありがとうございます I want to hear your 自己紹介 .I'm, I'm Mimi. <laughs> 待って、何喋ればいいやろう英語で。I'm Mimi.I'm entry number 33.Nice to meet you. 気ぬった公園さん、こんばんは。初訪問の人、ありがとう、方、ありがとうございます。ぜひフォローしてくださるととても嬉しいです。フォローお願いします。あと、星も。 投げてください。<laughs> お願いしていくスタイルにしよう。お願いします。大学1年生です。あ星投げてくださった。ありがとうございます。これ、どうやったら誰、どなたが投げてくれと分かるんやろ。え、ありがとうございます。星が、星が見える。え、星投げてくださった方、名前ちょっと自己申告してください。私、見たい。え、待って。え、コメント見れへんくなった。え、どうやるんやろ。ちょっと待って。 ちょっと待って。どうしたらいいのあいけんえちょっと待って待って待って。ちょ、ちょ、え待って。わからん。あ星ありがとうございます。ちょっと待って。さっきの画面に戻らへん。どうしよう。え、一回きっ、え、でも切ったら皆さんいなくなるかもって考えた。あ星ありがとうございます。星嬉しいです。え、待って。ああ行いけたいけたいけた。 よかったです。You. Oh, it's hard to explain. ごめんなさい。Sorry. I don't, I, I can't understand.You hate what t o watch. よかったわ。ということよ。待って。え、どなたか英語できる方、ちょっとどういうことか教えてください。飛ぶ風さん、こんばんは。ありがとうございます。フォローお願いします。 にこ,さんこんばんはありがとうございます見つけてくださって本当にありがとうございますメルシーさん初見ですありがとうございますフォローお願いしますあと星星星星星星っておもろくないあおもんないか星星どうおもんなかったごめんなさい星星星星のであとだるまもね私あれ見たことないあのえなんか虎のガラしただるまがいいみたいなさっき見たんですけど 合ってますかねえ、ちょっとショーラーム審査の説明もょっとちゃんと読もう分からへんかなちょっちゃった「ください」えあとちょっとで30位になれるんでちょっと星星星「ください」これさあがガニコさんフォローありがとうございます嬉しいですいっぱいさあの配信した分だけさあれって考えたらそれはやりたくなりますよね「星星」 え星星しし。おもろいですよね。星星しし。私、星星ししでいこう。何がって感じだけど。星星ししですって書いとこう。<laughs> ちょっとでも画面使ったらもしかしたらダメかもしれない初詣の方、本当にありがとうございます。エントリーナンバー33番。ミミちゃんです。高校、んチュッシュッ大学1年生、18歳。です。あ、と、え、そう、え、 <laughs> メルシーさんおもろなかったごめんなさい素直でいいよかったですえやっぱ星々気まずいなまあいっか星々はじゃもう星々って言い続けます終わるまであのはハハなんてさ笑ってくれたよかった笑ってくださってハンザナイストチャーズユーありがとうわかんない 星あ待って誰かどなたかが星投げてくださってるありがとうございます自己申告してください星投げてくださった方え待ってわからんちょっと待って助けて助けてえ待ってトラブってますこっちへちょっと待ってあのすぐえちょっと待って星ありがとうございます星すごい嬉しいえ変えよう はい、背景急に変えます <laughs>。え、ちょっと待って。それはもうなんでも。あ、いけた。え、待って。すごいことになってる。I hope I can meet you at the meet and greet yet.Am event, meet y o i want to, I d e a idol.I wanna be idol.I want, I wanna be idol.Yes.Shagain, idol. thank you. ありがとう .What is, えなんか 花束くれたありがとうババイバイありがとうございます。あ,メルシーさんありがとうございます。花束ありがとうございますえっと初訪問ありがとうございます。エントリーナンバー33万メミちゃんって呼んでください。身長153センチで体重はまあ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 、まあ、女の子に聞いちゃダメなので言わないんですけどえっとあスポーツできます。スポーツ 結構できます正直 <laughs> だからえワンチャンでもしそういう企画あったらほんまにほんまに結構できます正直 <laughs> リーダーさんはじめましてありがとうございますあ二度目の方もえっとあのフォローしてください <laughs> あと「星ください星星」欲し欲しでやってるので「星星しし」はい「星星」で覚えてくださいどういうことって感じやけど Keep the spirit and give up, okay? 諦めるなってことかな。Thank you。違かったらどうしよう。え、ほんまに英語できる方いたら、もしよければ翻訳してくれならめっちゃ嬉しいけど、そんな。ごめんなさい。ありがとうございます。えっと、あ、そうそう,そうそう。そうで、私、その、さっきも言っちゃったんですけど、AKB3 時で落ちて、あ,あさ、あ、コロワンさん。あれさっきも見た。 こんばんは。ありがとうございます。おまるちゃん、こんばんは。レモンさん、こんばんは。おまるちゃんさん、<laughs> こんばんは。秋田さん、フォローありがとうございます。フォローが本当に励みになります。あ、星が欲しいです。星々お願いします。何の話でしたっけ？そうやそう。akb の19期はそのえ、私糸桃さんと同じだったかもしれへんなんですよ。あの。 全員かわいくて本当にもうオーディション会場って可愛い子の宝庫なんですよ本当にでもなんか一人だけ身長高くてめっちゃ可愛くていや全員可愛いんですよ全員可愛いけど可愛くてなんかいとももさんやった気がしてワンちゃんで会ってるっていうもしかしたらもしかしたらあともうえめっちゃ大手のスカイドルのオーディションは辞退させていただいて。 合宿があるところだったんですけどあのめっちゃもう多分地下アイドルで一番大手のところのオーディションも受けたんですけどちょっと部活の日程と被っちゃって最終合宿行けなくて辞退しましたあらまあ、でもう今回は今回も多分部活とかぶるんですけど3時でももうさすがに諦めたくないんでここは強行突破します七瀬のコ金兵衛さんいとももちゃんと一緒だったかもえそうなんですよ えでもちょっと名前までは全員覚えれなくてあの10人ぐらいいてみんなであのえめっちゃかわいでもみんなめっちゃ可愛くてえもこれ私絶対間違いやみたいなでも本当に AKB さんの時は心折れましたね本当に可愛くてあん中からしかもえ10人ぐらい受かると思うじゃないですかななきさんとか見てたら18さんとかまさかの5人っていうおーおーおおと思いましたよねそれを見た瞬間 可愛い子の方このの方上みが合格するのでえ、本当にえでもなんか可愛いだけじゃん,んなんかあん無理な気がするだってみんな可愛いからもうびっくりしますよなんかオーディション会場にいる子だけでライブできるんちゃうかぐらいめっちゃ可愛くて本当にびっくり同じなンベイさんあれはは部活は仕方ないそうなんですよでもちょっとやっぱ部活大命でやってたんでうんちょっと、うん休めなかった。 え、インターハイも出たし、国体も出ました。<laughs> だから結構スポーツなんです。AKB、たまに少人数割とあるから。あ、そうなんですね。え、うん、ん本当5人って言われる見たとき。おお、マジかみたいな。それやうからなでも、さすがに思いましたね。もう、あれは諦めます。さすがに。えっと、あ、あ、2度目の訪問の方もいらっしゃる。初訪問もありがとうございます。エントリーナンバー。 33番ミミ,ちゃんですミミって呼んでねおスポーツできるのは素晴らしいありがとうございますそう中学校は陸上してて高校はそのマイメダーなスポーツやってて大学もそのマイメーなスポーツやるっていうそうスポーツスポーツ少女だったかも真っ黒ですよ夏とかえ日焼け止め死ぬ気で塗ってるんですけど毎年死ぬ気もうダメ こちゃんとかの14期も56人あそうなんですねえ三重視ってことえっん定ごめんなさいその辺はいえ三重視あれえ私小島こさんめっちゃ好きですあのアイドルはうんにゃにゃのけんのさ妖怪ウォッチのさ土の子コパンダのやつめっちゃ好きでずっと踊ってました小学生の時そうですよねやっぱ三重視の時ですよね え私あれも好きなんですよ。君だけにチチチュチュュのやつえっと「スクールバス」夢中「テントウムチュウ」「ンデンムチュて。テ君だけにチュチュ,チュか多分もうめっちゃ好きでさんの歌もめっちゃ可愛くてえそれこそ渚さんその時に私知ったんですよ「テントウムチュにいましたよねそうそれで知ったんです「いいエントリーマンゴーの歌」「ミミちゃん」えそうなんですよ え、33番奇跡ですよね名前つきやすいしミミちゃんです覚えてね圧で圧でみんなに覚えてもらおうテントウムチそうですよねえそうで私推しが矢吹なこちゃんだもう一番最初の推しが矢吹なこちゃんですけどでんでんむちにえに勝手にでんでんむちの話になったけどあのなこちゃんいでハって好きですでんでんむちもテントウムチももちろん好きでてかチーム4さんも好きで あのを守りたい何や,やっけ曲名ちっちゃい頃にいっぱい聞いてるから曲名わかんないんですよでも結構あの歌は知ってるみたいな七の海弁さん「でんでんムチはかわいよね」えそうなんですよなんかもうみんなフレッシュでめっちゃ可愛くてあの歌詞もめっちゃ可愛くないですかカフカンとでんでんぶちかえ違うかな合ってたら合ってなかったら怖いけど カフカタで、ね、だカラスってこと？あのもうめっちゃ可愛くて、まナコちゃんま大すナコさん大好きです。<laughs> エントリーナンバー三十三番メミちゃんです。十八歳大学一年生です。みんなぜひ名前覚えてね。欲しい欲しいです。欲しいください。欲しいあグッズもグッズっていうの？アイテムもください。えでもくださいとか言って。 い,いんかなそんな,なんかがめついがめつい感じでいってごめんってかごめんなさいって感じ <laughs> 衣装もレインコートっぽくって好きえわかりますめっちゃ可愛いですえてか忍さんの衣装が天才すぎて、うん、あのゆきりんさんのさ YouTube でさフィッティング動画とか上がってるんだけどさそれも見てあやっぱすごいなってあんな衣装着てみたいななんて思っちゃったりでその夢が今 もしかしたら叶うかもしれないって思うともうすごい無官僚無官僚ってやってるっけなんかそんな感じです皆さん初訪問ありがとうございます初訪問の方はフォローしてください <laughs> フォローしてねフォローしたら名前呼びます覚えます覚えます本当に覚えます見すぎて衣装本ボロボロになったえー、え衣装本え衣装本ってさくらさんのやつ違うかな 合ってるかななえ、なんか記憶がその辺曖昧やから違うかったらめっちゃ申し訳ないあ2度目の訪問の方もいるこんばんは初訪問の方ありがとうございますえっと18歳大学1年生ミミちゃんです33番です覚えてください欲しくださいセミ <laughs> はアイドルを見ることであと何やろうなアイドルを見ることだけじゃつまらんからえでもアイドルを見ることかもアイドルを見まくってますずっと ありがとうございます。皆さん、akb のやつでさくらちゃんの表紙のですよね？あの、振り向き加減のさくらさんの表紙ですよね。覚えてます。可愛い,いしかった発音もありがとうございます。えっと特技は舌を鼻につけることですえ。みんなつけてください。今 <laughs> できなかったらあできなかったらフォローしてください。スポーツは何の競技が得意なの？ありがとうございます。 もうあの高校でやってた競技が得意なんですけど言えない <laughs> 言ったら高校すぐ分かるんですよいやすぐじゃないかちょ結構もう絞れすぎてもう絶対絞れるか絞れるんでもう言えないんですけどええもう私の本当の夢がそこのそのスポーツのなんかアンバサダーみたいなアンバサダーっていうのなんかあるじゃないですか公式なんとかみたいなあの になりたいななんて思ったり、あ、下が長いから端に入ろう <laughs> ありがとうございます。え、そうで、そう、え、マジスポーツ企画とかあったら絶対輝けます。私、え、もう自信あるもん。絶対いけるもん。<laughs> 発音もありがとう。あ、星、星が、星が来た。星が、星が泣いてる。ありがとう。あ、星が、星が。<laughs> 星が、星がすごい。星が。星、ありがとうございます。 星ありがとうございます。え、ちょっと自己申告でお願いします。星。星になった鼻に入る。あ、そういうことですか鼻 <laughs>。それはやばいです。それは絶対やばい。朝ごはんはパン派ですかご飯と派ですかえ、私、朝ごはん食べない派なんですよね。<laughs> え、あの、え、皆さんあできるか分からんけど、私、家出る20分前に起きれるんですよ。で、その20分で、 15分髪の毛とメイクして5分で着替えて出れるっていう特技持ってるあそれも特技かも起床20分前に行けますっていうえだから朝は朝食べる時間なくてめっちゃお腹すいたらたまにコンビニでおにぎりとかパンとか買う時もまあ1ヶ月に3回ぐらいはあるけどほぼ食べないですエルシーさん穴はダメか穴はちょっとちょっとキマキマエルシのコンビニさんありがとうございますえなんかないやこれは 星なんか可愛い星みたいなありがとうございますスポーツ少女なのに朝食取らないのがうんえ昼と夜めっちゃ食べるんで部活の前とか部活の後とかめっちゃ食べるんですけどあのはい寝ますてか朝方じゃない夜方なんですよねだから起きれないしって感じ <laughs> いいねナナさんありがとうございます寝るのに本当に優先なんですよお昼までにお腹かなりそう えなっってますよめっちゃだからなんか高校の時は2限終わったら勾配が開くからなんか勾配ってなんかちっちゃいコンビニみたいなやつそこに買いに行く時もあったしえ大学はえ90分じゃないですか大学ってもうめっちゃ長くて吐きそうなんですけどそこで。 限始まりの時はもう一回,回我慢したらもうご飯なんで結構我慢してますお腹はなってますヘ <laughs> ルシーさん流れ星ねありがとうございますあこれ流れ星っていうんか流れ星本当にありがとうございますいねむりおじさんこんばんはえなんかいねむりおじさんなおじいまでついてるからおじさんって言ったらおじさんになっちゃうけど大丈夫なんかなこれはでもおねむ <laughs> こんばんばはありがとうございます。初めて来た方は、絶対にフォローだけ、フォローして、フォローして、流れ星して、帰って、あの、あの、いや、帰らないでください。行ってください、ここに。行けたかな行けたかな行けたかな ?NMB4 って言んで来てほしい。来てみたい衣装はある。あもう、あの、n シ i p 公園の <laughs>、あの、黄色のキラキラのやつ着たいです。え、あれめっちゃ可愛くないですかえ、あと、 衣装っていう観点から見たことはなかったかもアイドルさんのことはあんまりへええ待ってでもあれ着たいなんかえ昔の AKB さんかなんかでお菓子でできた衣装あったじゃないですかどなたやったっけな総選挙の衣装なんかのあれはじゃじゃんけん大会の衣装かなえなんかお菓子でめっちゃうろ覚えなんですけど誰か教えてください有識者の方あのあったじゃないですかお菓子のさお菓子のやつあれがめっちゃ印象に残ってて お菓子じゃない？新聞かな？え、ごめんなさい。忘れました。でもそれが期待かも。昇進さんえ勝上さん、昇進さんかな？教えてんのま呼び方こんばんは。ありがとうございます。エントリーナンバー33番みみちゃんです。みみって呼んでね。18歳大学1年生です。奈良さん、こんばんは。ありがとうございます。みみちゃんです。みみちゃんって呼んでねえ。待って間違えた。 セロップさ絶対33番ですじゃなくてミミちゃんですにしようミミちゃんですえ星ほしほしですさやっぱさ気まずいからやめようあのなんかマジがめついやつみたいになってるからミミちゃんって呼んでねって <laughs> くださいあ呼んでねあかん呼んでくださいって OK ありがとうございますノアさんこんばんは33番ミミちゃんです そうや、お菓子の蔵前しかしらない。新聞紙は松村部あありがとうございます。え、やっぱ松村さんかもしれないえ、やっぱ新聞紙かも私が言ってるの？なんか本当にちっちゃい時にさいろんなさやつを見すぎて、もうなんか覚えうろ覚えがめっちゃ多いんですよね。えあの？ポイントください。<laughs> なんかここに表示されてて、あと30位まで181らしい。お願いします。好きなお菓子あるえ。あの？ チョコがた多分皆さん惹かれると思います私見たらいたチョコを食べます何枚も今日もスーパーカップのチョコ味食べました本当にチョコに愛してててかお菓子が好きでご飯よりも全然お菓子でできてるんですけど体 <laughs> なのでお菓子大好きでチョコが好きです特にゆっちーちーさんこんばんはゆっちちーっちーちさんこんばんは700名ずれた エントリーナンバー33番ミミちゃんですミミちゃんって呼んでねえ、待って私さほんまリアルな人こんなんじゃないからさあれ変えたいあの、なんだっけどうやって変えるんやろあ、イけだ変えます私は髪の毛が長いのでこれですねこれですこんな感じ多分た多分 それが恋と気づいた。は、岩沢は岩沢さん。愛してる。あ、間違えて始めまして。だった。え、私も愛してます。ありがとう。<laughs> ありがとう。押してください。<laughs> 33番みみちゃんです。お願いします。フォローしてくださ、あ、今、初訪問してくださった方、ありがとうございます。フォローしてくださったら、あの、名前呼ぶので、名前呼びます。あの、してください。<laughs> チョコミント食べれますか それれが食べれないんですよねてか食べたことないの間違いかも。うんユッキーさん、フォローありがとうございます。覚えました。<laughs> ツコミント食べれなくて。うんそれとが愛いこいと気づいた岩沢さん、フォローありがとうございます。ホローボタン押してください。ありがとうございます。え、押したのボタンがあ,るあじゃあ押したの文字があれになってる。期待しちゃおうかな。なんて。<laughs> 私 エンントリーナンバーナバ番びみちゃんです私ほんまにあの3人ぐらい見てくれたら嬉しいなとか思ってたからこんなに来てくださってほんまにびっくりドキッあっ合ってたかもえー、押してくださいえマジで私30位になるまでこのライブ終われへんからあの30位になるまでみんな付き合ってくださいランキングがだから「星ください」<laughs> で星とかアイテムくださった方はあの自己申告でお願いします。えこれ誰だから見れるんかな。あ待って星が待って飛んでる。えけど分からへん。あ飛んでる。なので七氏さんかな。ありがとうございます。あ飛んでる飛んでる。おお。あ飛んでる飛んでる。あ七氏のごめんなさいありがとうございます。とめっちゃ飛んでます。見えてます。ありがとうございます。あ飛んでる飛んでる。え皆さん飛んでください。 飛んだらめっちゃわかるんでこっちからえもう欲しいなあ飛んでるめっちゃえなんかえ待ってまた戻れへんくなったちょっと待ってえ画面戻すのってどうしたらいいんですかえ待ってえもう何回も同じことやるんやろえちょっと待って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 分からへん分からへんやばいチャットが見れへんえちょっとごめんなさいえちょっと待ってちょっと待って ちょっと待って。え、待って。あ、なんかめっちゃ飛んで、ね。ありがとうございます。え、待って。できひんくなった。どうしよう。コメントも見れへん。え、死ぬ死ぬ。ええ一回終わろうかな。わちょっと。助けて。ちょっと待って。テンパリテンパリ。あ、あ、あ、いけた。ありがとうございます。それが声と記事で安田さん。あ、ハートくださった。 ありがとうございます私のことをしてくれてるのかな勘違いします <laughs> 積極的な勘違いは大事なんでありがとうございますラジオ配信で頑張ってるよねえ、よしコメント見られない今がチャンスだ見てますよしっかり <laughs> え、聞いてください私あのなんかもう皆さんの配信見て顔出し羨ましくなってめっちゃ顔出ししたいんですけど多分一回決めたらもうラジオつけ通さないとダメなんでラジオ頑張ります 星はただあそうなんですか。星はただの。え、じゃあちょっとみんな投げてください。勘違いね。なんでそんなこと言うんですか？勘違いじゃないんですよ。きっと。皆さんあ待って。今も誰か飛んでるえ飛んだあ飛んだえ。待って誰やろえ。自己申告でお願いします。待ってわからんえ。なんか星のえ待って30になってる。えええ、やったっ。ありがとうございます。 でもやっぱさあの顔をさ出さへんとさ出さないと厳しいところがあるのはちょっと分かってるのでうんって感じうんー顔出したいけどダメなんですよ終わる終わりません <laughs> 皆さんとまだ全然喋ってたいえ10時までやんな多分あたあ10時までじゃあやっちゃおう10時までしますだから 多分年齢制限でどんどんできない子が出てくるのかなと思うのでその方はぜひ見てください2度目の方もありがとうございますエントリーナンバー33番みみちゃんですでも NMB さんならラジオ配信でも受かってるもんえなんか昨日そのサイト見ましたなんか誰が何位で受かっててみたいなえそれ見てあなんかもうラジオで頑張ろうなんて思ってありがとうございます NMB48 ナンバー 33みみちゃんです a k b てとで3次審査で落ちてしまってその悔しさをバネに今ここで頑張ってます。えっとあとはオーディション3回2回受けたことあってその地下めっちゃ大手の地下の地下のアイドルさんのやつは最後の最後合宿行けなくて部活で一退して AKB さんは落ちました。 あまりショールームオーディションは当てにならないそうなんですねえじゃあなんかえそのコメントで勇気が出たありがとうございますちょっとやっぱうんえもう顔出したいです今すぐにでも <laughs> けどそう気役に違反してそれで落とされたりしたらもうたまたまじゃないのでそこはちょっと守りつつ頑張りますえっとエントリーナンバー33番ミミちゃんです え、なんかなあと何があるかなあきちゃんまんさん、初見です。ありがとうございます。あの、フォローしてください。<laughs> フォローしたら名前呼べます。あと、星お願いします。ギフトもお願いします。どあ、あきちゃんまんさんがフォローしてくれたありがとうございます。フォロー嬉しい。え、これ、え、ちょっと待って。やばい、またやった。あ、やったやったやった。やばい、またコメント見れへん。え、これ。私。 使い,使いこなせるようになんのでも戻れないあのどうやったら戻れるんやろうえやば今ちょっとなんからなんか画面が全部ライブ会場みたいになっててえちょっとえ <laughs> ちょっと待ってなんでやろうえ待ってどうしたらやろうだんだんと分かってくるあ,ありがとうございますやばい今絶対途切れてた今配信するしますかいいよしました ごめんなさいえ待って待っててて今聞聞ここええええ、まますすかか教えてください聞こえてますかえあのしかも今コメント見えてないんでちょっと今頑張ってあ復活したよかったですあ星ありがとうございますちょっと今今コメント見えじゃなくて大ピンチですごい大ピンチなんですけど大ピンチです <laughs> ちょっと待ってほんまにやばい ほんまに見れへんしん今はなんかあの上なんか出てくるコメントは読めるんですけどあのチャット画面みたいになるじゃんいですかそれが分かんなくて今カラオケ配信になっててうんあっ戻ったえこれどうしたらいいんやろこのまま終わるめっちゃ嫌やなええ助けシンプルを助けてほしいちょっと待って え、一回終わったらもう一回入ってくれますかね、皆さん。これ、どうやんのマジで。え、ちょっと待って。大ピンチ、大ピンチ。待って。投票した。え、ちょっと意味わからへん、意味わからん。やばい。待って。あ初日あるある。え、本当にそうですよ。私、マジ初心者で。みんな初心者か。こんなん。 え待ってえ一回終わったらもう一回入ってくれますか皆さんどうしたらいいんやろうあ,あいけた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 待ってめっちゃコメントくださってるありがとうございますいけましたえっとどこまでいったっけえっとありがとうございます僕男性だ男性はちょちょっと,ょっと書え書類出したら出せるんですねでも出せるのは初めて知った 18期さんは知らなくてうん19期さんそう19期さんうん3時でしかも3時の内容が1分間の自己 PR でなんかずっと喋り続けちゃってそりゃ落ちるようなって感じですよねもうなんかもっと審査員さんの心をつかまなあかんのに一生喋り続けるっていうすごいことをしまましたああきちちゃんも落ち着いいてりりがとうございますわかりました。 岩沢さんも本当にありがとうございます本当に行けましたえなんか投票してたんですよさっきなんでですかね <laughs> マキシさんありがとうございますとり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 ありがとうございますえっと十八歳大学一年生三十三番のミミちゃんですありがとうございます皆さん十時まで配信します十時までとか書いとこうかな一応前に。 10時まで配信しますなんてあやばい無理やいけた発音もありがとうございますエントリーナンバー33番ミミちゃんです自己 PR で自信あるものを披露してて中京機さんのオンディショ私は言われなかったです自己 PR1 分考えてって言われて で考えて1分間喋り続けるっていう <laughs> あの NMB さんでは自己 PR をしてって言われたんですけどそこでその道具を持たずにあのやるっていう謎な行動をしました <laughs> ちょっと恥ずかしいかもやっぱりありがとうございますメトリーナンバー33番ミ,ミミちゃんです配信楽しくてびっくりしてます自分でなんかあのー さっき5時半から始めたんですけど、その5時半の時に何すればいいかわからんくて、あちょっと黙ってるみたいなえった方いますかね？いらっしゃった方いますかね？あの地獄みたいな配信をしてしまったんで、ちょっと反省して考えてきたんですけど。あ、2度目の訪問ありがとうございます。2度目の方ならちょっと分かってくださるかもしれないんですけど、さっき地獄みたいなことしたんで私、私発音もありがとうございます。エントリーナンバー33番みみちゃんです。 あ,星ありがとうございます。星が、星が見える。飛んでるかな、誰か。え、飛んで。じゃこの画面行きたいけど、行ったら、私、コメント読めなくなって地獄見るんで、ちょっともう行けません。<laughs> 星ありがとうございます。初見の方、ぜひ、フォローしていただいて、フォローしてください。と、コメントをくださったり、あフォローしてくださったら、絶対名前呼ぶんで、あの、名前呼びます。フォローしてください。 あるんですかああれってことあの MNB オーディションの一覧みたいなのにいるってことか仕事中だったんですね、はあ、大変だ5時半まで仕事、はあ、大変私あと4年で社会人って考えたらもう,も,うもう今から吐きそうになってもう今もう何すればいいやろうって勝手に思っててあ待って星が見えるありがとうございますそれそれその一覧ですよねそれ見たんいやフフ <laughs> 自分も乗ってるんや,あそこにやっぱなんかオーディション参加してるっていうのいいですねなんかこんな経験初めてであそう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 配信したことないんで初音マンの方来てくださってるありがとうございますえっと18歳大学1年生うん33番みみちゃんですスポーツが得意で スネドラさん。すネドラさん、はじめまして、こんにちは、ミミちゃんです。ミミって呼んでください。フォローしてください。あとは、なんやろ、そう、スポーツ好きですよ。で色いろいろ見てみて、面白そうなルームにコメントしてるっていうわけです。え、でも、岩沢さんは多分次からも私の配信に。 てかこの配信を見てくださってる方は多分やけど次私が配信してるって分かった瞬間に私のもとに今すぐ来てくださるって思ってるんで来てくださいうん <laughs> 強めなんで熱強めで皆さんに愛を押し付けていく形にしてるんであの皆さんも相応の愛で返していただいて相思相愛でいきましょう本当にね本当ですよこれありがとうございますえこれ 10時になったらプチっていけるのかな？あとよえ、もうはい。あの勝手に10期生さんにもし受かったらあのあざとい暑担当で暑担当なので、岩永のボルさんフォローありがとうございます。明日も見てください。明日は大学があるから練習日曜日なのにま練習なんですけど、だから5時台かも。5時台やばい早い。 早いとさやっぱ皆さんそれこそ仕事中やからさ見てくださるか分からんそれでも嫌いじゃないですよねほら分かってくださってるみんな分かってくださってると思ってるんでえもうはいまた見に来てね明日も私も明日頑張る29位まで665ポイントやってえー、ちょっと遠いな <laughs> 皆さんでもさっきから星がよく見えるのでやっぱいっぱい投げてくださってるって信じてるんで げてくださいそうです日曜日仕事大変や、はあ、ちょっとやっぱ学生のままでずっといたいっていう気持ちがすごいですね私。なんか中学がさ終わる時も高校行きたくないなと思って高校終わる時も大学行きたくないなと思ってるんで,でまだ高校に戻りたい気持ちすごいんであの高校生がいいな。 とか思ってますえっ、ー、えっえ待って終わったあいけたあ仕事特殊なんですね何されてるんやろう気になります,エン,ミミす、えっと、エントリーナンバー33番ミミちゃんですあ初訪問来てくださったえっとエントリーナンバー33番ミミちゃんです18歳大学1年生です大学は大変ですとてもこれ アイドルと大学を一緒にしてる方いるじゃないですか本当にマキシさんあ、バラありがとうございます何のバラのやろさっきも見ましたマキシさんあの大学って本当にもう大学生の方いらっしゃったらわかると思うんですけどマジ大変もうなんか高校よりも大変じゃなくなるって聞いてたのに全然大変やしびっくりって感じ まあ、てか英語コースを選んだ私が悪いんですけどもう英語が大変すぎて地獄見てて今すぐにでも読めたいねって思ってますね。学業と料理えそうですよなんか生誕祭の時とかも皆さん結構学業との両立がとかそれこそコ林リンさんもあの高校卒業の時の X であの学業と大変やったって書いてたんで。 やっぱりなみなんて思ってますいいな大変やなそうあ,ありがとうございますエントリーナンバー33番ミミちゃんです明日は5時からしたい5時から5時45分ぐらいまでできたらいいなと思ってるんですけど夜も10時うんいけるかないけたらもう絶対にやりたい待って飛んでるありがとうございます誰かお星送ってくださったぜひ あの自己申告で教えていただいたら名前絶対覚えるんでありがとうございます。エントリーナンバー33番みみちゃんです。大学1年生18歳です。趣味はアイドルを見ることなんでアイドルの話してください。多分結構わかるんちゃうかなとか思ってるんで。そうで、現場にはあんまり出向かない。在宅タイプなんで。でもエナジップ公演は見に行きました。 夜なら配信お邪魔できる本当ですかじゃあ夜しようかな絶対夜の方が皆さん見てくれるじゃないですかだから夜したいからしかもさ今日日曜日じゃん今日土曜日かえー、明日日曜日やから絶対皆さん見てくださるけどえやりたいやろかなやります多分発音もありがとうございますエントリーナンバー33番ミミちゃんですアイドルどのジャンルが好きですかどのジャンルってどういうことやろう どのジャンルな何でも好きです地上から地下までも全部なんか薄くまんべんなくかもしれないですもしかしたらありがとうございますエントリーナンバー33番みみちゃんです大学1年生18歳です誕生日5月に来ますなんで皆さんともしお会いできることになったら絶対19歳ですかわいい系ダンスとかなんやら考えたこと 多分私は歌って踊ってるキラキラしてる存在が大好きなんでえなんかファンレベルが上がってる方がいるピザポテトさんありがとうございますなんでなんやろうマジ分からへんこれジョールームの仕組みからちょっと勉強したいあと6分で終わるのかなそうですえ多分5時から10時までって言われてたような気もする待ってわかったファンって 書いてるえなんかピザポテトさんがおすごいえ待ってファンになってください皆さんファンをしてファンになって <laughs> 日曜日の夜はレ保存してくれるしなさんが5位からいえですよね十時までえ待ってやっぱするわ明日頑張りますでもな練習だな絶対休んだら殺されるんで頑張って隙間見つけてやります ありがとうございます。え、家じゃなくてもいいかなカラオケとかで配信するのもありなのかな誰かが、どなたかが星投げてくださってる。ありがとうございます。星お願いします。あ、星星です。えっと、エントリーナンバー33番、ミミちゃんです。大学1年生18歳で、身長は153センチ。サヨメルキーさんと同じ身長です。えっと、NMB さんの中での星は、ジオンさんで、 直した方がいたらあの喋りましょうってかみんな皆さん喋りましょうめっちゃ初訪問してくださってるえっとエントリーナンバー33番めみちゃんですえこれ終わりたくないどうしどええ皆さん10時で終わるんかなもうさっき20歳ぐらいの方見た気がするちょっとだけ配信見に行かせていただいたんですけどそう 亀のさんが好き、亀さんが好きそうなんです。もうなんかレスエグくてもうキラキラしてて。ティックトックとかも。すごい見てます、ね。大好き。あとね、あ、星投げてくださったありがとうございます。星投げてくださった方、ぜひじ,じ自己申告で教えていただいたら、絶対。名前を、え、これ見れる方法あんのかな、星投げてくださってる方が。 ヘッドリンナンバー33番めみちゃんですあえ待ってハートくださったえありがとうございますパクチー苦手なんですね私も食べれないですパクチパクチーやったら上ついてしょってあの取ります取り除きますすごい私はありがとうございますえっと明日の予定は 朝はめっちゃ暇なんですけどでも明日は大学の課題やんなきゃ朝からためにためてるんでためにためるとやっぱ自分にツケが回ってくるからその月がとんでもないことになってて今気持ちもうやばいですやばいよ本当にやばいって感じもう大学大変だよ高校よりも楽になるってすごい聞いたんですけどね全然楽じゃないありがとうございます朝配信もできる できない気がするえ、あ、できるかできるかえ、待ってちゃんと見ときます、あの紙紙、紙いただいたんで見ます、紙にありがとうございますあ,あ、2度目の訪問の方もいらっしゃるありがとうございますトリーナンバー33番みみちゃんですぜひファン登録わかんない、ファンのやつしてください、履修登録によるもんえ、そうなんですよ そうなんです本当にでも私1年からまさかの全休作れて全休ありっていうでも全休あっても部活行くから結局全休じゃないんですけど朝はゆっくりできます10時平気なら朝配信え朝配信するかも明日朝配信いるかもしれないです私もよくあの通学中にショールーム見てました AKB の方とかよく朝配信してはるじゃないですかそれよく見たりしてた中学生の時ここも見てたかな 高校生の時はもしかしたら勉強してたかも。マキさん、フォローありがとうございます。本当に。フォローしてね、みんな。フォローしてくれたら、本当に喜びます。すごいな、ラジオ配信でもこんなに皆さんと喋れるなんて思わなかった。嬉しい。大好き。え、もう、あの、私が好きを押し売りするので、皆さんに、皆さんも愛を受け取ってほしいな、なんて思ってます。えっと、ん あ待って星がこんばんはラクダよさんこんばんはありがとうございますえっとエントリーナンバー33番めみ,みちゃんですえ10時までって書いてたからもしかしたらもう終わらへんといけへんかもしれんあちょっと規則にのっとりたいから終わるかな10時になった瞬間終わりますえ皆さん今日は本当にありがとうございました8時半からやってたんかなあ1時間半ぐらい皆さんとおしゃべりできて本当に嬉しかったです 明日も絶対するので絶対に来てください。これは皆さんと私の約束です。絶対来てね。エントリーナンバー33番ミミちゃんです。10時半たまたねみんな。バイバイ。明日も絶対来てね。待ってます。